香港映画。香港映画は、香港で制作される映画である。香港の経済における重要な輸出産業である。香港初の映画制作会社が誕生したのが1922年。1928年、カンフー映画の原点である、剣劇映画の第一作、グレンジ炎上が制作され大ヒットした。グレンジ炎上のヒット以来、清流寺炎上や、 九龍山の火事等々、ご都合主義の炎上物が数限りなく作られた。1930年代に入り、香港映画もサイレントからトーキーへと移行した。女用心棒、三頭のならず者たち、白不揚、荒いのレプたち等、数多くの剣劇映画が制作され、剣劇映画の黄金時代と呼ばれる。しかし、1931年の満州事変以降、 状況は一変し、抗日映画が民衆に歓迎され、剣劇映画の人気が低迷した。さらに国民党による言語統一規制により、関東語映画の制作、上映が禁止され、北京語映画が制作されるようになった後に、この規制に反対した香港映画人の尽力により、規制は緩和される。日中戦争の勃発に伴い、 多くの上海の映画人が香港に逃亡した。彼らが香港で作り始めた北京語映画は、関東語映画よりも上品で拡張が高いと、香港人からも人気を集めるようになった。香港映画界は、香港出身映画人による関東語映画界と、中国大陸から南下してきた映画人による北京語映画界の二つに明確に区別され、 その後長期にわたって熾烈な競争を繰り広げた。中国国内での関東語映画の一般的なイメージは泥臭くて下品な低級娯楽というものであった。このイメージに対して関東語映画人は下品が低級娯楽だというが、これこそが真実の香港の姿だと反論し、越劇映画、関東オペラ映画や抗日映画を量産し続けた。 抗日映画は1941年12月の日本軍による香港占領まで作られ続けたが、日本に占領された後の香港では1945年8月の太平洋戦争終戦まで香港映画は一本も作られなかった。戦前に香港で制作された映画は500本以上あったが、現存しているフィルムは4本しかない。終戦後、 映画制作を再開した香港映画界だったが、香港出身映画人による関東語映画界と中国大陸から南下してきた映画人による北京語映画界の二つに明確に区別されたままであった。戦前から泥臭くて下品な低級娯楽という香港映画のイメージに対し、関東語映画人は下品が低級娯楽だというが、これこそが 真実の香港の姿だと反論し、セックス描写や暴力を取り入れた現代劇作品を作るようになった。これに対し、上海から来た北京の映画人たちは、1949年に、関東語映画清潔運動宣言を発表し、関東語映画の内容とともに、関東語映画人の映画制作態度を見直すように訴えた。この運動の結果、関東語映画人も、 良質の関東語映画を制作することに目を向けるようになり、社会の矛盾を描いたものや文芸作品などが増えていった。制作された映画の全体の約40%を占めるのが越劇映画、関東オペラ映画であり、関東地方の伝統的な舞台演劇の演目から映画の題材を取り、同時に舞台俳優をそのまま映画俳優として起用する合わせが多かった。特に、 男装の霊人と呼ばれた女優、ヤム・キム・ファイ、人間輝きが大人気で、彼女は引退までに300本以上もの映画に出演し、越劇映画前世時代を築いた。そして、剣劇映画も再び制作されるようになった。主に戦前の上海映画のリメイクや時代劇小説を映画化したものが人気を呼び、人間には不可能な超自然的な才能を持った。 ヒーローが登場する品が数多く作られた。ヒーローが使う武器もそれまでの単なる剣や槍ではなく、被剣や炎の槍などの非現実的な効果を出すものが好まれた。1949年、クワンタヒヒン、関特攻主演の抗飛行を題材とした、抗飛行伝が封切られ大ヒットした。この作品は、剣劇映画ではなく、すでによる戦いつまり、 香港映画の代名詞とも言える、カンフー映画の第一弾である。なお、2007年現在までに、関特攻が、高飛行を演じた回数は84本に上り、これは、同一題材で制作された映画の数としては、現在世界遺産で、ギネスブックに掲載されている。この影響で、剣劇映画の主人公も超自然的な才能を持った。 ヒーローよりも現実的な人物が主人公の作品が好まれるようになる。標的に向かって剣が空を飛ぶのではなく、剣士が直接敵を切るというごく当たり前の表現方法が初めて使用されるようになった。同時に片夜玉のように主人公が体制の反逆者であるような政治的なテーマが剣撃映画の中に多く現れ始めた。一方の北京語映画界は、 上海映画の雰囲気を色濃く残す作品を多く制作していた。戦後、中国大陸を離れて香港に南下してきた多くの戦争難民たちに支持され、関東語映画よりも洗練された映画は、次第にもともと香港にいた人々も魅了していくようになる。特に人気があったのが、歌が何曲も挿入される、大売調映画、歌謡映画だった。女優バイコアン、発行や、 リーリー・ホア、ディレイカが人気で、彼女たちが劇中で歌った歌が、そのまま流行歌となった。剣劇映画の人気が加工し、1953年には制作本数も過去最低に達した。不調の原因は、越劇映画とクンタヒヒ品の高飛行シリーズが人気を二分していたことと、大倍調映画と称される、北京語映画の人気が上がったためである。また、 コメディ映画や社会派現代劇も人気となり、剣劇映画の人気低迷以外は、関東五映画界は絶好調であった。50年代後半から60年代初頭になると、越劇映画が急激に衰えを見せ始め、関東五映画全体の5%を占める程度まで落ち込んだ。これは、関東オペラ自体が若い世代に敬遠され始めたためで、 結果的には70年代に3本制作された後、越劇映画は香港映画界から完全に姿を消してしまう。若い世代に支持されたのは、青春映画で、チャンポージュ、チンボウシュやジョセフィーンシャオ、ショウ・カオルラ女優が特に人気があった。関東語映画界は、相変わらずクワン達品ヒヒ、関特攻主演の高飛行シリーズを作り続けていたが、次第に若い世代には、 受け入れられなくなっていた。社会派映画やコメディ活劇は、それなりにヒットしていたものの、それ以外の作品はどれも、蘇生乱造のため、7日戦、7日で作られる映画と北京、五映画人からは嘲笑された。北京五映画界は、大倍調映画と文芸映画を日本柱として制作し、剣劇映画や軍風映画を一切、制作していなかった。 ところが、若い世代が、関東語映画界の見劇映画や空風映画を支持し、大倍調映画が敬遠され始めたことにより、北京語映画界は窮地に立たされた。この北京語映画界の流星を二つの映画会社が支えた。まず1956年に、六安党、陸運党率いる、キャセイオーガナイゼーション、国大機構を母体とする、MP&GI。GI 国際連営防御講師が設立。続いて九百五十九年にはランラン、ショウ、ショウイツオノ、ショーブラザーズ、少子兄弟香港有言講師が設立された。1965年、ショウブラザーズは、清水湾に巨大スタジオ、少子影城を建設。また、自社の製作面の充実を念頭に置き、日本の日活や東方から井上梅地、中平康史、 村山光雄といった監督や、名カメラマン西本忠だら優れた人材を招き、彼らの技術や知識を自社の人間に、貪欲なまでに吸収させた。俳優育成の目的で、南国民のるげん劇団という俳優訓練所の、設立や、小スコープと呼ばれる、シネマスコープの開発、さらには、北京語と英語の二段字幕の使用など、斬新な企画を、次々と打ち出した。 1966年、ショーブラザーズは、大倍長映画に見切りをつけ、剣劇映画やカンフー映画のジャンルに進出した。金風、古金戦監督の大水キャンだ。若い時から強劇に傾倒していた金風は、綿密な人物描写に加え、素早いカット編集とリアルな盾を強劇にミックスさせた、脅劇アダプテーションという手法を大水キャンで試み、 それが大成功を収めた。しかし、大水キャン、撮影後、金風は、ショーブラザーズを離脱し、台湾に渡った。そして1967年に、台湾で制作された、残酷ドラゴンケツとリューモンの宿が、東南アジア一帯で空前の大ヒットを記録し、彼の名は一躍世界中に知れ渡ることとなった。残酷ドラゴンケツとリュウモンの宿は、1968年に、 北海道のみ日本でも公開されるのだが、ヒットはしなかった。金風に去られた、ショーブラザーズは、新たに優れたアイディア性と、確かな技術を持った監督を欲していた。そして、当時ショーブラザーズの編劇主任を経て、何本かの作品を撮っていた、新進気鋭のチャンセへ、超通る監督を大抜擢した。金風の、大水キが切り開いた、急派剣劇映画から、 シンパ剣劇映画への移行という、当時の香港映画界の大きな時流の変化とも、見事に合致していた。その映画こそ、片腕必殺剣という剣劇映画だ。この映画において、主人公の、片腕の剣士役に抜擢されたジミー・ウォング、王の存在なくして、チャン・チェへの開花はありえなかった。この作品の持つ暗く重苦しいストーリー展開と、ジミー・ウォングの悲壮感を帯びた佇まい。 そして、武術指導を担当した、ラウカーリョン、リュウケイリョウにいる俊敏なアクションとが、見事にマッチして、片腕必殺拳は、大ヒット。またジミー・ウォングも、それまで、香港映画界のスターたちが、誰も踏み込むことのできなかった、神聖的な存在にまで上り詰めていった。人々は異形と同形の念を込めて、天皇巨星と彼を呼んだ。その後、チャン・チェイエは、 ジミー・ウォングを主演に、大四角、大女キャン、俗、片腕必殺拳などの作品を、次々と発表し、ショーブラザーズを、アジア最大の映画会社へと発展させていく言動となった。1969年、ジミー・ウォングは、剣撃映画に見切りをつけ、自らの初監督作、ホエロ、ドラゴン、盾、ジャガーで新たに、カンフー映画にも挑戦し、見事に成功を収めた。 ランラン、衝読再生権のショーブラザーズにおいて、一俳優が監督業にまで進出したということは、まさに頂点を極めた。しかし、ジミー・ウォングの天下はあっさりと崩壊した。ひき逃げ事件、黒社会との癒着、梅子反転での障害事件、ブリジットリン、林青霞をめぐる、チワ騒動など、自らの私生活における数々の不祥事によって、社会的信頼を失った。 そして、ショーブラザーズの契約制度、月給制から生じる発給への不満から告訴したが、敗訴した。ジミーは、一人台湾へと渡った。1960年代の終わりとともに、天皇巨星の勇士は、香港映画界から寂しく消えた。ジミー・ウォングを失ったチャン・チェーであったが、すぐに、新たな二人のカンフースターの発掘に成功していた。それが、アスカゲミカド。 デビットちゃん、京大栄と竹林大キャンティ、ロン、敵である。1969年にチャン・ツェイが監督した四角で初めてコンビを組んだ二人は、そのフレッシュな佇まいとスピーディーなアクションで主に女性ファンから支持された。1970年には二人の代表作となったベンジェンス・フォーアダに出演した。この作品は、狂撃の世界を物体にした。 壮絶な復讐劇で、悲劇的な運命に翻弄されていく兄弟を演じた二人は、本作の大ヒットで、アジアの超スーパースターへと登り詰めた。1969年、ショーブラザースの制作本部長を務めていた、レーモンド長は、ランランショーの第二夫人だった、モナフォンと何度となく衝突した。そして翌九百七十年、相棒のレナードホーとロエ夫妻を引き連れて、ついに、 ショーブラザーズを離脱し、ゴールデンハーベスト社を設立した。設立当初のゴールデンハーベストは、撮影所さえ満足に所有できない状況が続き、MP&GI、国際電営防御講師の撮影所を借りて、撮影をしていた。所属俳優も、ショーブラザーズのデビッドちゃんやティロンのような看板スターも、不在で、無名の俳優中心での映画制作には、やはり限界があった。 そのため1970年、ゴールデンハーベストは、新人俳優募集のオーディションを開き、後に、カノギ三大玉女と呼ばれるようになる三人の女優たちを発掘した。ノラミアオ、マリアイー、アンジェラ・マオの三人である。まず、ゴールデンハーベストの創業作品、天竜八章に三人を出演させて、テストを行い、それぞれの個性を見た。それにより、ノラミアとマリアイは、 映画のヒロインとして売り出すことになり、アンジェラ・マオはレディ・クンフースターとしての道を歩んだ。男友人も、ショーブラザーズから、ベテラン俳優、ティエンファン、まだ無名だったジェームス・ティエンらを引き抜き、新人オーディションでは、トニー・リュウをスカウトし、1970年の4月、ホエロ、ドラゴン、タテ、ジャガーが香港で、工業収益第一位を獲得していた。 1971年、ブルース・リー・リシャオロンは、ゴールデン・ハーベストと一本につき1万米国ドルで2本の主映画契約を結び、ドラゴン危機一発に決まった。1980年代になると、新興会社、シネマシティが設立され、男たちの番下でコメディ映画やカンフー映画が、主流だった香港映画界に香港のワールと呼ばれる、新しい流れを作った。 1997年の香港返還後、ジャッキー・チェンというエン・ウーピンや、ジェットリー、ジョン・ウーのようにハリウッドに活路を乱す流れと並行して中国映画界への合流も急速に進み、香港の名だたる監督、俳優の多くが中国映画に進出しているほか、中国、香港の合作映画が増えた。その直接の要因は、サーズ流行以降の香港の不況により、中国本土、 香港経済連携緊密化取り決めが結ばれ、中国資本が流入したためである。香港映画の黄金時代を象徴した、ショーブラザーズもゴールデンハーベストも中国資本に買収されることとなった。ダンテラムが監督した中国人民解放軍全面協力の戦争映画、オペレーション、レッドシーが中国での歴代興行収入。 第2位に輝くなど、香港映画人の中国での活躍は、中国映画の娯楽性の向上の端になったが、これが従来の香港映画の衰退の原因となったほか、合作映画においても中国共産党政府の検閲がされるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。